にゃんにゃん、どうもこんにちは。シュン TV シュンのシュン猫です。アイムノッタコナステ版でジャックポット獲得を目指すやっていきたいと思います。パート16ってことで、今回は、8面で、前回言った通りケーンボンバーをねやっていこうかなと思います。ケーンボンバーです。で、こうですね。あ、待ってよ、やばいぞ。ベッドしていきます。はい。で、今回も、ワンダーチャンスにね、一回行くまでやっていこうかなと思います。で、チェーンボンバーなんですけど、まあ、言ったらボンバー8面って言った方がいいですかね。ボンバー8面。一応、なんかね、なんか、期待値っていうのがありましてですね。なんか一番、上の方に番号がいっぱいあると、ちょっとね、悪いカードっていう感じでね。まあ、できれば下の方にね、番号がいっぱいあったらいいよっていう感じになります。はい。で、あとは、今回も操作はないので、見とくだけになります。んで、連鎖をしていくと、オッズが上がっていきます。今、15分がね、30分になったと思うんですけど、まあ、こんな風にオッズが上がっていきます。で、リンゴの、リンゴが書いてあるライン、列が消えたら、リンゴゲットになります。まあ、今回は、リンゴ3個をね、このケーンボンバーで集めるって感じなのでね、結構ケーンボンバーはちょっとね、リンゴを取るのが難しいかなっていう感じの自分ね、そんな印象なんですけど、まあどうだろうね、どうだろうねとか言って、お、あ、なんか13ダメかな、あーダメだな、リンゴ取れませんね、お、じゃあ30ウィンか、おー30ウィン。でっかい、おっきい、30ウィン。で、一応、すべてのブロックを消すことできたら、全消しってことで500枚もらえますね。17番、ないね。リンゴはもらえなかったんですけど、配当があるってことで72ウィン、マイナス8枚です。こんな感じでですね、リンゴ3個集める、もしくは、なんかね、なんかちょっと高配当が出るまでカットしようかなと思いますので、カット。はい、ってことで、リンゴを手に入れました。ということなので、ワンダーチャンスですね。今回は、ちょっと配当は少なかったかな。43ウィン。まあ、ジェットということで。8個ね、じゃ7個揃ったので、ワンダーチャンスでーす。イェーイ。ってことで、さあ、なんでしょうか。スノーマルワンダーチャンス。おー、あ、なんか、今回いい感じかもしれませんね。ただ、番号揃ってますね。6番、12番、13番、20番、20番、かなり22番に入れば、ジャックポットチャレンジですね。で、今回500枚、あ1枚かけちゃった、なんか余分に。なんかボタン押しちゃった。なんかちょっとここだけ重機ペットになってますけどね。あまり気にせずにね、やっていきましょう。さあ、まあ、番号繋がっちゃってますからね、今回。15番です。20とか。よし、20入った。6番も入った。6番も入りましたね。おー、いい感じですよ。いい感じですね。入りましたね。さあ、5連鎖ですね。10番です。10番はないね。1番も、番号ないですね。それでは、シンキングタイムでーす。はい、ということで、ここから1球ずつですね。現在、12、13、22ですね、あとの番号は。12とかね、入ってくれないかな。25番。どこだ、25番って、とか思うんですね。さあ、壊していくよ。ここ、配当ですね。5枚、6枚ですね。11番。あ、ここも配当ですね。6枚プラスですね。やったまた。さあ、20とか入らないか。2番。どこ2番って。まあ、一応1ゲーム目。こんな感じですね。ちょっとここね、惜しかった。あれ？ちょ、なんか出ないわ。惜しかったですね。38ウィン。では、ちょっとベッドが81とかなんかちょっとよくわかんなくなってるので、ちょっとね、戻しましょう。よいしょ。戻しましょう。よし。では、次2ゲーム目ですね。
では2ゲーム目ワンダーチャンスです。12、13、22。いやー、このゲームでね、12か13どちらかに入ってくれたらね、なんかジャックポットキャンディーいける可能性ね、結構高まるんですけど、4番。あー、10、あー、隣だ、まだ隣だ。どうなって隣に入るんだろう。さあ、連鎖ね、していくかな。おー、めっちゃ消えますね。3連鎖、4連鎖、5連鎖ですね。右側5連鎖。お、あー、でも、リーチじゃないな。1番、どこ1番って。リーチですね。でんでん。あ、ここも、4連鎖で、一応、配当を手に入れるチャンスですね。あ、5ウィンですね。さあ、オッズアップもしていきます。じゃあ、シンキングタン、あーっと、まあ、いや。サラドッタですね。さあ、12とか入るかな、22でもいいのでね。あー、はい、あー、入らない。8番ですね。さあ、8番は、ここですね。配当ゲット5、6、プラス11枚ですね。リーチ。おいしょ。6番。さあ、6番に入ると。お、配当ゲットですね。30ウィン。お、結構大きいですね。ただ、入らんかな。いらない。7番だ。7番です。ということで、ここが、リンゴゲットですね。ドンピシャルリンゴゲットですね。ワンダーステップゲットマンタということで、リンゴゲットです。ジャンってことで、68ウィン。リンゴ1つゲット。じゃあ次が最終ゲームです。はい、最終ゲームでーす。さあ、12、13、22です。いやー、まあ、できればね、リンゴも欲しいのでね。うわ、待ったー、1桁台。お、12か。よし、13。よーし。13入りましたね。これで4ラインでリンゴもらえる状態ですね。1つリンゴもらえる状態です。さあ、連鎖していきます。3連鎖。どんどん行くかな ?4 連鎖。5連鎖、6連鎖。なんか結構連鎖があるよ。7連鎖。おお、8連鎖。5連鎖が多い。9連鎖。9連鎖ですね。どこまで連鎖するんだ、これ。おお。これ、高額リーチですね。お、リンゴゲット。45枚。おお、なんか一番端っこ取れたんですね。いやー、でも75枚欲しいよ。だー、お隣いつものごとく隣に入る。ここは、なんもないね。さあ、22とか入る?入らない。16番。16は、ないですね。残念ですね。でも、ここなんか連鎖まあまあしてますね。6連鎖。1番です。お、なんだ?あ、なんか、どこかが5倍以上。どこだ?あ、てか、ここか。ということで、ワンダーチャンスは、30ウィンですね。はい。ということですね。今回は、チェーンボンバーでね、8面やりましたということでね。一応、次回のパートは、あと今、やってないのですね。ビンゴカーデンやって、チェーンボンバーやって、あとは、アニマツリーかな?あと、アニマツリーとハッピーフラワーぐらいね、やってないかなと思うので、まあ、それ、次回ね、どちらかやっていこうかなと思いますことで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくれましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月月末を目標に投稿していきます。お楽しみに。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。